はい、ということで令和5年5月25日渡辺哲也賞スペシャルのお時間です。イエーイ。っていうんだけど何がスペシャルなのかよくわからないんですけどスペシャルに話していただくと、まあまあそういうことなんでしょう。はい、ということで今日の出演者のご紹介でございます。 MC、はい、私渡辺哲也になります。そして、元大王製紙会長の井川元隆さん、東京都議会議員上田玲子先生、よろしくお願いいたします。はい、そしてニューハーフ美容研究家の岡江美希さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあいろんなこと起きてますけれども、 G7 が終わって永田町なんか解散風が吹き始めたまあ、あの地方議員もそわそわし始めておりますよ。うん、ですよね。あの都議会でも会議がすごい、各あの国政政党の会派の会議がいろいろ行われてるみたいで、議会まだなのになんでなろうなみたいな感じで、ね、そうですよね。はい、あの金曜日自民党の幹部からですね、いつ選挙があってもいいように準備をしときなさいと各議員のところに電話があったという話もありまして、結局ですね、ウクライナが G7 に参加したことによって、うん、まあ、一つの大きな国際イベントになったわけですよね。でそれで支持率が上がっている今というのが解散じゃないのという党幹部の人たちの意見が並んでるということらしいんですけれども、あの岸田さんの任期というのが来年の9月総裁任期を迎えるわけで、うん、そうなってくるとその前に選挙をやるべきだという意見があるわけですよね。そうなってくると1月から3月末までは予算を作らなきゃいけないんで、来年は1-3はないと、うん、それを考えると、今年の11月、そして来年の6、7月あたりかななんていう話があったんですが、ここに来て、前回の地方選挙でですね、維新が躍進したということもあって、維新が候補者を揃える前にやった方がいいんじゃないか、うん、という話のようなんですよね。どうですか？いやー、もう今まで一番興味のない部分で誰が決まっても何が決まっても世の中変わらないと思ってますけど、最近こう勉強ね、ここでさせてもらっていて、まあそういう意味ではやっぱりこう自民党じゃなければダメって大体の国民はもうね、あの思ってきましたと。そういった意味ではでもそうじゃない部分も見えてきて、いや岸田首相っていうのもああどうなんだと思ってきて、いやなんかでもとりあえずイメージで思うのはやっぱ11月ぐらいまでにやった方がいいのかなっていう。井川さんどうですか？まあ私も最近はあまり国政に興味がなくなってですねもう絶望してるんで絶望、はい、まあ結局ですね、政権担当能力ということでいうと、うん、自民党以外ないんですよね、現実問題として、うん、で腐ってるから自民党で、腐りきってるからこれ以上腐らないみたいな、そうですよねよく言われるんですけど、はいはいはい、腐ってるから自民党で、右から左まで全部揃ってますからね自民党内にでもほら、タイが腐ってるのとザコが腐ってるの違うんでだからタイが腐ってる方がマシということ、タイの生き腐れってザコが腐ってるよりはタイがマシ、確かにそうですね、ということらしいんですけどね。ちょうどこちらですね、新日本 2.0 ということで、長尾隆先生とともにですね、日本の政治の仕組みをどうやって予算が出来上がっていくのかとかですね、これねほとんどの人知らないんですが、予算をのメニューを作ったり内容を作る前は、野党って国会に出る前全く触れないんですよ。だから出来上がった料理がまずいとかしか言えないんですよ。そうですね、だからことごとく反対しかしてないんだ。そうだから、でき、うん、メニューを作る過程で野党が触ることはなくて、ないから自民党と官僚と政府との間でメニュー作っていくわけですよ、はあ、全部、はあはあはあ、レパートリーも、まあ、でそれを全部組み上げた状態で1月の国会にどうですかって出すわけなんで、初めて知りました。だからね、結局野党って反対するしかなくなっちゃってる、なんであんな片っ端から反対してるのかと思ったら、そう、あ、声かかってないんですね最初からね。お座敷に相手されてないですね、お座敷に上がってないんですよ。上がってないですね、はい、あ
という話とか多分ね学校で教えないんで知らないんです。全然知らない、うん、だから逆に言うと永田町とかその政治家をされてる方々はね、うん、結構分かってるんですが、うん、そうじゃないと知らないし、うん、あと都議会は都議会でですね地方行政闇多いですよね。そうですね、もちろん今のような形はほとんど都議会というか同じなんですけれども、うん、まあそこに政府もそうなんですけど、そうけれどもやはり業界団体とかそういったものの声を大きく反映するんですね。でやっぱり身近なので、直接やっぱり地方に行けば行くほど大きい予算よりも何かが建ったとか道路ができたとか、うん、見えやすいことで非常にその事業者たちもあるいはちょっと某宗教団体を、後ろにしているような政党さんだとそこの、ね、信者さんといいますか支援者さんたちが、暮らしやすい、ね、団地を作ってあげるとかそういったものが入ってくるということになっております。都議会与党で、ね、まあはい、地方行政の問題って都道府県の問題っていうのは知事の権限がでかすぎるんですよね。大統領並みと言われています。はい、そうなんですか。だから小池さんの横にヤフーの、社長だった、うん、ね、副知事がいるんですよね、うん、宮坂学副知事、うん、もう彼が一本釣りできたら DX ってよく分かんないけど、うん、でも必要なんだなと思って賛成しづらいんですけれども、見えない箱物で、箱物ってやっぱ立てばそれこそ野党が立てるなとか、うん、やめろ無駄だとか言えるんですけれども、うん、誰もそれが精査ができないんですが、新しいベンチャー企業の癒着が今東京都では小池知事のもとで、古い土建業界って建設業界もやっぱり自民党さんについちゃってるので、うん、なかなか小池知事は手なずけられないんで、最近はそうしたベンチャーな企業家たちが、うん、で逆にベンチャー企業家たちはそういったなんていうんですか、重厚長大な経済界の中でどうしても煮えを飲まされてきたので、小池知事にわーっとこう進行、なんかヤクザと半グレみたいな感じで言ったらですけど、半グレみたいな、すみません、分かりやすいイメージですね、業界団体の半グレと任侠をちゃんと分かっているような業界団体さんは自民党なんで、半グレ。いやでも本当に今の国民ってそれ分かりやすい言葉に変換してもらわないと、本当私も、うん、そこら辺のおばちゃんが議員になったんで、うん、そういう感じで自分で、うん、咀嚼して話す、皆さんそかとか分かってもらえる。太陽光とかと同じ構図なんですよ、うんうん、そうですね。いわゆる電磁連って、電気事業連絡会って、昔からの電気屋さんは業界団体として自民党の中でも老舗の議員に大体くっついてるわけですよ、うんうんうん、そうすると新しい議員は利権を拡大するために新しい業界、新しい産業にくっつくと。だから自民党内でいうと二階さん、菅さん、うん、あたりが太陽光パネル、自民党内野党がいるってのは初めて先生にくっついてるわけですよ。自民党内野党ね、小池さんもそうですからね、環境大臣やってましたからね、ハングレーですね、ハングレー環境大臣やって太陽光大好きですからね。じゃあその老舗の電気業界から相手にされないんでそっちに飛びついたっていうこと。いや、老舗の電気業界の人たちはもうすでに支持してる議員さんたちがいますから。あ、はいはいはい、小池さんが入る余地がない、余地がない。はい、新しい業界だと太陽光とか新しくなると入ってくる余地があるじゃないですか。そうですね、はいはい、あれもだからソフトバンク、もともとソフトバンクのメガソーラーから始まってて、はいはい、あれ島さんが絡んでるわけなんで、はい、元衆議院議員だった、うん、そことみんながくっついて、いわゆる、当時民主党ですから、民主党も自民党もその辺の人たちが新しい利権欲しくてぶら下がっていったわけなんで、まあ、政治っていうのはね、基本的には利害の調整ですから、うん、そういった族が出てその業界団体の利益を代表するということ自身はですね、まあしょうがないっていうかですね、まあ、それがだから民主主義ですからね、はい、問題はやっぱり今でも潜在負担率まで入れたらもう 50% 超えるっていうですね、その税負担の重さ、結局一回全部お金を国民から吸い上げてそれを差配するという、だからその部分が大きすぎるん で、ね、だからもっと私は予算規模を小さくしてですね、うんうん、税負担も軽くして、そうすれば、まあ、その利害調整は利権調整はあってもいいんですが、その利権部分が大きすぎるというのが私は今の日本の根本的な問題だと思ってます。いや、まあ、だからそれがその典型が、だから太陽光を中心としたフィットで、うんうん、税金じゃないのに税金みたいにチューチュー吸われてですよ、うんうん、
片方にその太陽光業者にどんどんお金が流れていくって国民の負担でですね、うん、で企業さんもその電気高い電気代のおかげで競争力失うし、日本を一番元気なくしてるのはやっぱり太陽光なんですよ。でそれを政治家が進めちゃいかんわけですよ、うん、と思うんですけど ね、 いやどうですかね、絶対やめていただきたいということで、うん、たった一人、うん、私も政治家の方もう本当に片隅にいる人間としては、はい、あのでも都議会では自民党さんと力を合わせて義務化条例はなんとか、はい、あのブレーキをかけるべくやっておりますし、うん、あのまあ、骨抜き条例にはなっているので、うん、まだ2年あるのでですね、世論を喚起して、まあ、それにおいても早く私は衆院解散をしていただいて、うん、しっかりとこう政治のトレンドを、そういったさっき言ったようなですね、あぶれた人たちが利害調整をするのではなくて、エスタブリッシュな、それでもですね、タイの何て言いましたっけね、まあ、タイの中でもなんかエスタブリッシュな人たちでやっていただきたいなと、はい、国難ですからね今ね、はいはい、ということで、まあ、日本では G7 が開かれたわけですけれども、まあ、G7 終わったらあの LGBT なんか無賛しちゃったような騒ぐだけ騒いで騒ぐだけ騒いで、あの騒ぎ何だったんだろうって感じではあるんですが、うん、改めてですね、 G7 で LGBT について何と言ってるのか、はい、多分皆さん興味ないんで見てないと思うんですよ。いや、なんか日本がすごくねレベルが低くて批判にさらされて、なんかその標準に合ってないの盛んに玉川さんですか、テレ朝とか言ってるじゃないですか、うん、いやだからね、だからその基準値ってなんだろうって思って、こう原文読みましょうよっていう話になりまして、ちょっと出していただきましょう。ジェンダーの部分、これジェンダーの部分ですね。ジェンダー平等およびあらゆる女性および女児のエンパワーメントの実現は強靭で公正かつ豊かな社会のための基本であるという、まずですね、女性と女児を別途守れと書いてあるわけですね。そうですね、ですからあのジェンダーレストイレなんて話にならんってことなんですよはいはい。でその上で我々はあらゆる多様性を持つ女性女児、そして LGBTQIA+ の人々すごい、ね、LGBT ではないんです、うんうん、LGBTQIA+ で Q っていうのは変態、変態IA っていうのも入ってさらにプラスがついてまして、はい、58類型今確認されているそうで、その中にはですね、死体性愛とかですね、幼児性愛とかですね二次元性愛とかですね、もういろいろなこう性癖、単なる性癖、性癖、政治じゃなくて性癖、性癖を含んだ人たちが誰もが人々の政治経済教養分野でこう平等かつ意義ある参加を確保しようと。だから要はね、これ内心の自由を保障しなさいって言ってるだけなんですよ、うんうん、ですよね。ですから何にも書いてないんですよこれ。でジェンダー平等 アドバイザリー評議会っていうのが出来上がってるんですが、これ中身見るとですね、あのフェミと正反対の人たちが議員で選ばれてましてね、はい、あの女性を医学として女性を学んでる方と、いわゆる理系女、はいはいはい、フェミと正反対の理系女子で、はい、理系の博士さん、はい、でそういう人たちが理系でも社会に進出しようというような人たちが選ばれているわけで、フェミと全く関係ないんですこれ、うんうんうん、これ見て LGBT 法案いるのっていうそもそもが、うん、そうか、言ってること違いますよね。と当たり前なことで、そのジェンダーレストイレを作るようなことの方向性も何も示されてませんし、私がやっぱり大きかったのは女性および女児が先に来てるっていうことが、やっぱり私たちは生来女性で女性として生きたいっていう人たちが、なんでその政治人女性の男性が女用に入ることを我慢しなきゃいけなくて、公衆トイレではもう子供の頃からね、露出狂にあって怖い、もうみんなほとんどの女性ってトラウマがあるのが、そこで なんか一緒にね使うことが平等だと、
いうことで、その前に私たちの恐怖心とか、うん、またオリンピックにですね出てきちゃうんでしょ、手術、うん、成人女性の男性とかそういったこともチャンスも奪われるということで、非常に危機感と恐怖感を持っていたんですよ。だってことは、もともとそういう女性が持っているものは最初に来てるってことが、うんうん、LGBT が先だから、女たちは、生来女は我慢しろみたいな風潮が、フェミが全然私たちを応援してくれてないのは何でだろうと思ったら、でそれはなんか世界ではそうなんだみたいに言うけど、世界はやっぱり女子供が先じゃないかっていう。そ, そうですよ。だって女子トイレできたのは12歳の女の子が男女療養のトイレでレイプされて殺されたことがあって、それは危ないからっていうことで女子トイレが生まれ始めたわけですから、うん、ねえ、それは何十年もかけてこうせっかく女性を守れる環境を作ってきたものを、なんでぶち壊されなきゃいけないんだって。しかもフェミニストが、うん、ねえ、いやだからこれ見たら分かるじゃないですか、普通に極めて冷静かつ的確な、うん、真っ当ですよね、で、まあ、一応そのちょっと妄想、いろんなね性愛を持っている方の内心の自由すら保障するっていうところにとどまっていて、具体的にその方々のための方針なんか特には出していないということですよね。ないですね、はい、ですからそれ以外にもその次の43というところにはですね、こちらですね、女性平和安全保障アジェンダの書いてるんですね、防災適用を含む女性平和安全保障アジェンダの前進とまで書いてありましてね、うん、あくまでも女性を守れというのが、じゃあもうトイレの安全保障を壊すってことですよね。そう、お手洗いのね、うん、ですから国内外においてジェンダー平等およびあらゆる手を持つ女性および女児の権利を擁護し前進させ守ることにコミットしって書いてあるわけですよ。はいはい、言ってること違いますよね、一部の日本の政治家さんたちが全然真逆ですよね、うん、女性どっか吹っ飛んでってますもんね、うんうん、だからこう性的暴力およびジェンダーに基づく暴力を撲滅するための取り組みって書いてあるわけで、ね、この下の方は、我々はさらに女性の完全なエンパワーメントと指導的地位を含むあらゆるレベルの意思決定プロセスへのうんぬんかんぬんって、うんうん、やっぱ女性がまずは最初に来てるってことで、うん、だから言ってること違ってね、歌舞伎町のジェンダーレストイレなくなるみたいですけど、ついに本当にね、結局なくすんですね、結局ね、うん、今パテーション切ってるんですが、うん、パテーションで仮設だとダメだから、将来ちゃんと元通りのトイレに戻すと、うん、頭悪いよ。なんかそういうことで、先進的な取り組みをしている企業なんですみたいにしたかったんでしょうかね、ビルを建てたとことは言わない、ね、グループは。結局 ESG とかそういうのって点数評価があって、 ESG ゴールドメダルとかシルバーなんとかとか勝手に作ってるんですよ、うん、民間企業が、うん、でそれつけておくと銀行から融資受けやすかったり企業イメージが良くなるっていう、でそれをやってる団体とエマニュエルさんが非常に仲が良くて、仲がいいね、はい、でそれを評価するのに金取ってるんで、うん、そこで儲けてる人たちがいるわけですよ、はい、で ESG で儲けようっていうね、たちの悪いのがいて、だから ESG で儲けるのはいいんだけど基準ないんで勝手に作っちゃってるんですよみんな、うん、だからこれが一番ひどくって、で ESG 絡みで言うとヨーロッパでですね、太陽光パネルとかのグリーンウォッシュ、 ESG じゃないのに ESG だっつって、99% の債権格下げですから16兆5000億円分嘘だったと、グリーンが基準を満たしてない、だからそんな勝手にグリーンだなんだって基準作るもんだから、そんな基準がないものに勝手に作るから、いい加減なこと言えるわけですよ誰だって。本当占いよりひどいですよ、占いの方が、占いの方がまだ、いいですね、ということなんですが、どうですか岡井さんこれ見て。いやでもなんか本当に私たちは一般市民として何を信じていいかわからないっていうのが、もうだから情報すら、だから興味があって情報を得に行ったとしても真実が見えない世の中になったんだなって本当に思います。だからね、こうやってこうインターネット見ればね、何でもこう情報入るっていうけど、はいはい、結局難しい言葉でいろいろとこうね、こねくり回されて、で実際何が言いたかったのか、何がしたかったのか、結局この裏に何が動いてたのかみたいな、うん、うん、
でもこれ見たらね、はい、普通のことしか書いてないわけで、普通のことしか難しい言葉で普通のことしか書いてない、だから G7 までに通さなきゃいけないんだって騒いでた連中何なんだっていう話ですよ。そうですよね、うん、はい、難しい言葉に煙に巻かれてます。ゼレンスキー氏が来ちゃった途端に、うん、そんなこと言ってる場合じゃねえだろみたいな社会的風潮になったらシュリンクしてましたよね、あんだけ お騒ぎしてた人たちがね、うんうん、でだしこの内容が出ちゃってるんで、もう G7 の、うんうん、だからこれコミュニケなんで共同声明ですからね、はいはいはい、でこの内容を読んで、あの騒ぎは何だったんだよお前ら嘘ばっかりじゃないかっていう話になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ただいまだにまだ騒いでる人たちがいるんで、で国会がですね、今国会21日までなんですけれども、今通さなきゃいけない法案って、いわゆる入管法の改正法案、これも参議院まで行ってます。で防衛費の特例法案、これも衆議院通ったんで参議院上がりました、うん、この2本さえ通ればですね、岸田さんいつでも解散できると、うん。